天気予報です京都四条橋はこの時間も傘を差している人が多くなっていますここのところ雨続きで今日もザーザー降りになりましたがお待たせしましたお天気ライオンちゃんやっと晴れやっとです明日は久しぶりに青空が広がりそうです詳しくお伝えしていきます天気図です 今日雨を降らせた低気圧が今東へと離れていっていまして一時的に西高東低の冬型の気圧配置等圧線の間隔も狭くなっていて北風が強く吹いています北部中心に春しぐれになっているんですねただ明日にかけて西からこの高気圧が近畿地方広く覆ってきてくれますので近畿も全域で天気が回復する見込みですでは明日の天気です 久しぶりにこんな風に晴れマークがずらっと並びましたね北寄りの地域では午前中やや雲が多めとなりますが雨が降ることはない見込みです日差しがたっぷりと届きそうですよ降水確率を見てみても午前午後ともに0%から10%と低い確率になっていますさて予想気温です 朝の冷え込みが今朝よりもちょっと強まりそうなんですよね5度から7度くらいというところが多くて姫路は4度まで下がる見込みです明日も午前中北風がやや強く吹きそうですし朝はこの風が冷たく感じられそうただ日中は日差しのパワーが勝ってきそうです中部と南部は15、6度くらいまで上がって日向はポカポカ感じられるかもしれません北部は12度とちょっと低めではあるんですけれどもそれでも日差しのぬくもりはありそうです 週間予報ですあさって木曜はまた天気下り坂でして夜から雨が降り出して金曜の朝にかけて雨、えー、雨足の強まる所もありそうです。 ただ土曜日からは晴れ続きとなりまして本間の春がやってきそう、春本番の暖かさになっていきますよ。各地の予想最高気温を見ていただきますと金曜日以降はオレンジ色の平年より高い数字となっていまして各地20度前後となっていますす京都は21度のの予想ででででねポポカポカ陽気気桜の開花が一気に進んでいきそうです。 最後に洗濯情報です。明日は久々の洗濯日和になりそうです。ただ雨上がり、花粉が多く飛びますので注意。以上、天気予報でした。